あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ。あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称UBCです。アンブレラ？ちょっと冗談でしょ？ あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。別に信じなくてもいい。だがまずは知れたんだ。行こう。ここだ。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。 分かった。
今向かってる。で、作戦は？俺は線路のがれきを撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビ。 火を消さなきゃ。 ひどい匂い。これって考えたくもない。 やるわよ。
主電源を入れるだけ。カルロス、ジルよ。電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の司令室に向かってくれ。司令室のあるオフィスはこの地区にあるってことしかわからない。どのビルかわからないの？何よそれ。多めに見てくれよ、相棒。誰が相棒よ。カルロス、司令室に着いた。次は何？よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？私はスーパーコップ。朝飯前よ。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ。運行ルートを設定した。いいぞ、ジル。素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。何？他の出口を探さないと。今の鳴き声は？もう
最悪。この服燃やすしかない。聞こえる？ジル、やっと繋がった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。武装する知能があるの？
こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて、ああするしかなかった。だけど奴もついてくる。大丈夫だ。俺を信じろ。めちゃくちゃね。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺の勇敢だ。とにかくこれで、みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。
よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だがな。おい、やる気か。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった、ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ。よし、お出ましか。カルロス、スターズオフィスはその先だ。了解。下手なバグマロ。これ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。残ったのは私だけ。
カルロス、聞こえる？カルロス。逃げなきゃ。
博士、いるか。 救助に来た。 なぜ博士を。ドアを開け。軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。 私は誰だと。 生命科学の権威、ナサニエル・バードだぞ。 私は… バード博士。 タイレル、 バードは死んだ。 撃たれてる。 マジかよ、 ワクチンは。 今… ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。
せろ。ここが地下屋の入り口ね。まさか病院の地下にこんな施設があったの。ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。
よし、これで揃った。一足遅かった。一体ここで何してたの？この先にワクチンがあるはずだ。あなたは残ったら休んでいられない。きっとこれが動力。
ワクチンを作るのに使えそう。一体何なの？どこに行ったの？早くワクチンを取り返さないと。
何度でもくたばらせてやる。残りの電源はあと一つ。行かれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。